第一、第二原子力発電所で原子炉の運転が自動停止した。原子力発電は通常原子炉内でウランの燃料棒が核分裂することにより作り出された熱で水を蒸発させる。ここで発生した高圧の水蒸気がタービンに送られ発電する仕組みだ。自動停止した場合、制御棒が差し込まれ原子炉内の核分裂を止める。同時に高温の原子炉内を冷やすため冷却水が送られる。ところが原子炉のうち一つが冷却ができない状況に入っておりますので、このままの状態が続いた場合に備えて念のため避難をしていただきたい。福島第一原発で電力が失われ冷却水の供給ができなくなった。政府は初の原子力緊急事態を宣言。付近の住民に避難を指示した。原子炉ではすぐに非常用の設備を使って冷却水が注入されたが、大きな津波が迫っています。津波が非常用電源や関連する木に海水がかかり機能しなくなってしまいました。その後別の方法で海水を注入するも原子炉内の水位は上がらず、高温のため水が次々と蒸発したとみられる。ここで注意すべきなのが水位が下がることによる燃料棒の露出だ。燃料棒が露出するとそれを覆っている金属が酸化し大量の水素を発生する。また温度が上昇を続ければ燃料棒が溶け出し原子炉自体が崩壊する炉心溶融、メルトダウンにつながる。炉心の一部が若干ですね、その炉の中で、変形をするというんでしょうか、そうした可能性は否定をできません。一方原子炉で発生した水素は炉内の圧力を下げる過程で格納容器、またその外の建屋へと流出、何らかの原因で着火し爆発を起こした。こうした現象が福島第一原発の1号機と3号機に相次いで起こったとみられる。ではここで改めてこの福島第一原発における原子炉の現状を確認しておきます。こちらをご覧ください。地震で自動停止した1号機から3号機はいずれも冷却水の水位が下がったため燃料棒が露出し炉心溶融を起こした可能性があります。この影響でこの1号と3号では建屋の爆発が起こりました。現在この1号から3号機で炉心の温度を下げるため海水の注入が続いていますが、作業がうまくいったとしてもこの廃炉は避けられないという状況です。ちょっとこちらの図何度もご覧になっているかとは思うんですが、水位がこれなぜこう上がらなかったんでしょうか。はい、先ほど VTR では蒸発というふうにもありましたが、はいはい、本当に蒸発のみなんでしょうか。蒸発もありますし、もしかしたらですね、地震の影響でどこかにひびみたいのが入って、そこから水が漏れているということも否定はできません。なるほど。もうちょっとアップの、はい、これは原子炉の中ですね。そうですね、はい、建屋のこの中ですけれども、はい、実際これ燃料棒ですよね、はい、炉心とも先ほどそうですね、エノンさんおっしゃってましたけれど、はい、水がこう入っていく前にここのこの制御棒っていうのをこの間に入れますが、はいはい、本当にこの制御棒がここまで来てるんでしょうか。はい、つまり核分裂今も起きてるってことは考えられませんか。それは多分ほぼないと言っていいと思います。制御棒は割と比較的早い段階で入れられますので、はい、その大きな影響を受ける前にですね、十分に挿入できて、挿入さえすればもう核分裂はほぼ瞬時に止まってしまうということですので大丈夫だと思います。じゃあ本当に熱が問題になってきている、はい、ということのようなんです。核分裂は終わっても燃料自体は発熱しますので、はい、その熱を冷ましてやる必要があるということですね。福島第一原発の1号機と3号機はこの建屋のこの上の部分が爆発して亡くなってしまった、はいはい、
でまだこの原子炉の部分は残っているわけなんですけれども、はい、どうでしょう、この2号機というのは、ねこの、まあ、その建屋の部分が爆発する、はい、あるいは、もう最悪この原子炉そのものが、うん爆発するような、はい、そういう危険性というのは今どのぐらいあるんでしょうか。そうですね、この爆発した原因というのはこのビデオの中でもありましたけれども、高温のになった燃料のを包んでいるですね金属のさや缶が、蒸気と反応してで水素が発生すると、はい、で発生した水素はですね、まあ、実はこの圧力容器とか格納容器の中には十分な酸素はありませんので、はい、酸素がなければ水素がたくさんあっても燃えたり爆発したりしません。ところがこれがまあ何らかのまあ漏れる箇所があって外に出てしまうとここは普通の空気が入ってますので、はい、この空気のあるところで特に水素は高いところに溜まりますので、はい、こういうところに溜まってしまうとである濃度になってくると何らかのちょっとしたきっかけで爆発するということで、うん、という意味では、まあ、あの2号機もですね先ほど説明ありましたけども一時空だきの状態になって、はい場合によっては被覆管、まあ、あの燃料を包んでいるサヤの管がですね高になったかもしれないと、ねはい、でその場合にはもしかしたら水素がまあすでに発生している可能性もあります、はい、でそうするとやはり1号機、うん、3号機に続いてですね、うん、2号機も爆発する可能性は否定はできません。それはこの建屋の部分そうですね外の部分でということです、はい、ということはこの原子炉そのものが、まあ、原子炉自体の中でということはなかなか考えにくいです。考えにくいですか、はい、それからの先ほどもしかするともう本当に蒸発しただけ、まあね、こちらのようにそのただその水をどん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 入れていっても、はい、この熱で蒸発しただけだったらまだいいんですが、はい、ひびが入っているような場合あの海水をどん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 注入しますよね、はい、あの冷やす時間ってどのぐらいかかるんですか。そうですね、とにかくまずはあの漏れるよりもたくさんの量をどんどん入れていく必要があるということ で、まあ、満水になった状態でですね多分数日間ぐらいは冷やす必要があるのではないかと思います。数日、はい、まあ、あの長くなればまあ1週間ぐらいかもしれないんですが、もうすでに事故が起きてから丸2日以上経ってますから、その間はまあ2号機は今までうまく冷えてきましたので、それに対してあとまた数日、まあ、トータルでまあ1週間弱ぐらいになるかもしれませんけども、まあそのぐらい経てばある程度安定すると。でその後はですね、まああの亡くなった分だけを補給してやるとかそんな形でいいんじゃないかと思います。先ほどあの森本キャスターからもありましたけれども、あの廃炉になるかもしれないと、はいはい、であのフランス の、 あの原子炉の専門家の方が海水を入れるというのを、まあ、大変驚いておられたんですけど、はい、海水を一旦注入してしまうと、この、 あの原子力発電の機能そのものはもう、はい、もうあの、まあ、廃炉としないといけない。一般的には多分なかなか再利用するのがまあ難しいですね。ただまあ多分きれいに洗い流せば、まあ、使うことは原理的には可能かと思います、うん、実際それをやるかどうかは、まあ、あの電力会社の判断によると思います。はい、それから先ほどあのアメリカからのレポートにもありましたけど、他にも心配な点ってありますよね。あの我々からすると、はい、その実際3マイルと比べてどの程度シリアスなのか、これは比較感がないんですね、はい、で素人なりにあのいろんな方のお話を伺っていると、その圧力容器とか格納容器がどれぐらいしっかりしているか、はい、それから先ほどおっしゃったようにその臨界が終わって制御可能になってからどれぐらい時間が経ってるか、はい、それから炉心がどれぐらい損傷してるかと、はい、この3つで比べたときに3マイルと比べて今どういう状況だと考えればいいでしょうか。今の段階ではまだ3マイルほどですね